浅田真一と言います。どうも。まあ、今回12年ぶりにですね、ソロアルバムを、作ったわけなんですけども、新作としてね、まあ、結構今までその前のアルバム出してからは、まあ、裏方としていろんなアーティストのまあ作品作りに関わることを結構メインにやらせてもらっていたんですね。で、まあ、そうすると自分の作品作る余裕も結構なくなってきてですね、まあそのまあ、気がついたら12年経っちゃってたって感じなんですけども、昨年ですね、まあ、そんな流れの中から、まあ、古市光太郎さんのソロアルバム、そして若手のトリオのグループでニコテンっていうグループがいるんですけど、その2作のプロデュースでたまたまなんかそのソングライティングも含めたプロデュースワークみたいなものをお願いされて、で、まあ、久しぶりにその中でじゃあもう一回作曲というものに自分なりにそれまあ向かい合ってみて、改めてなんかその作曲の奥深さっていうと変なんですけど、面白さみたいなものがまあ感じたんですね、曲を作りながら。で、まあそんな中でまあ曲をまあ面白いからちょっともう何曲書いていってみようかなっていうものが、まあ今回まとまって、まとまってきたのでアルバムになったっていう形なんですけど、まあ、サウンドプロデュースっていう面で言うと、その人のやっている音楽って、あ、こういう風にすればいいとこ引き出せるなっていうのは僕なりなんですけど、まあ、分かるんですけど、自分のことってね結構分かんないもんなんですよね、うん、だからそのなんて言うんだろうな、その、まあ、今回アルバムに関してはむしろその、まあ、今までそのプロデュースワークをやっていく中で知り合ったエンジニアだったり、まあ、ミュージシャンだったり、まあ、身の回りのその、まあまあ、才能の人たちに逆にその僕をプロデュースしてもらうっていうか、まあそんな感覚もありましたね。で、特にだからその、まあ、古市光太郎さんには今回アルバムにもう全面的に参加してもらったんですけども、迷った時はその光太郎さんにアドバイスもらったりとか、まあ、それこそその今回そのビジュアルワーク、いわゆるアートディレクションですか、アートディレクションを古市光太郎さんにやってもらったりとか、まあ、そんな流れでそのですね、やっぱり今まで関わってきた人たちの力を借りて作ったという感じですかね。一月の間に2回満月が来ることをブルームーン、2回目の満月をブルームーンっていうらしいんですけど、なんかその言葉の響きと、あとその僕もその20代の半ばで一応デビューして、まあ表舞台でやってたわけなんですけども、でその中から一回その裏方になりつつ、で今回またその皆さんの前で歌わせてもらうっていうところが、そのいわゆる2回目の満月と自分の中でなんかリンクするところがあって、まあ、ブルームーンブルーっていうタイトルをつけたんですけど、まあ、いろんな若い人たちと一緒にやっている中でね、その年を取らないと表現できないことってあるなっていうのをすごい実感したんですよね。やっぱり若い人たちがやってる音楽ってやっぱり僕ももちろん今でも好きだし、そういう作品に関わらせてもらってるんですけど、その何ですかね、その若い頃って過去を振り返ったりすることってちょっとかっこ悪かったりするじゃないですか、うん、なんだけど今この年になって、まあ、あの頃は良かったなじゃないんだけど、あの頃もあの頃の自分があるからとか、あの頃のそのまああの頃があるから今があるっていうことをなんか改めてなんかその歌いたいなというふうに思ったんですよね。だからなんか僕今年46なんですけど、同世代の人たちにぜひなんかその聞いていただいて、そこに込められたメッセージみたいなものを単なる介護主義ではなくて、今の自分を肯定しつつ過去もなんか懐かしむというか、そういうふうな聞き方してもらえたらいいなと思ってるんですけど、